こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、前回に引き続いてステージ2ということでですね、初心者用のドラムソロでございます。そうするとワードが ABC ってやつと、それとシンコペーションベーシックの1を使って、組み合わせてドラムソロを作ってみました。この辺組み合わせるとこんだけのことができるってことですね。初心者、結構初心者、これもうこれできたらね、この1から6まで一生懸命練習したら、ハイハット踏みながら練習したら、ハイハットなくてもいいや、でも練習したら正直こうドラムソロこうポンって回ってきても全然怖くないと思うんですよ。それにね、結構こう他の楽器からイエイって言われる機会が絶対増えるはずなんですね。だから難しいこととかね、最初にドラムスのね教材とか見ると、最初の15ページぐらいすっごい難しいルーディメントが載ってて、もうそこで挫折しちゃうじゃんみたいな、そんなの全然使わなくていいんですよ、僕からすれば。要は一番最初のなんかこうものすごい難しいこうなんていうのかな、問題集みたいなね、なんかこうなんていうのかな、辞書を まんま最初から覚えさせられるみたいな感じなんですけど、ハローからでも全然構わない、そんな感じのフレーズで、作ってみましたので、ぜひ活用していただきたいなと思ってやっていきましょう。はい、それではですね、前回の復習で、ワード A からこれだけで全然いいって前回話したと思いますが、この感じですね。そしたら次ワード B、 最後がダブルになるのでちょっと気をつけなきゃいけないですが、最後ダブルがめんどくさかったら最後 A にするか、最後のバスドラの裏側の音はなくしても全然構わないですね。そうするとこれだけで、オーバースです。で、テンポが速いと、両手に割っていいです。ワン、ツー、スリー、フォー。どちらにせよ、2周したらフォーバースですからね。4小節だからね。このままでいいでしょうね。で、次はタツトツ、タツトツ。これはですね、これでもいいんだけど、これは、こっちにします。ここまでで1小節。で、僕のおすすめはですね、帰ってくると、ここクロススティックスと音色が3タム、太鼓3つだけど、4種類の音色が。この時はもう左手はくっつけたままでいいです。これで4小節ですね。なのでこれで4バースです。ゆっくりやると、ちゃんと弾んでね、やってみてください。ここまでが基礎練習です。これだけを繰り返して、あとは、シンコペーションベーシック1。これはもう他のビデオがあるんで、これだけ練習しておいてもらって、全部スネアで叩ければいいですね。で、それを作ってみました。じゃあ、組み合わせやっていきますね。はい、それではエクササイズ1やっていきます。それするとワードの B と A を組み合わせて、これはモチーフ A としますね。ワードは、ワードを組み合わせてフレーズ、 つまりこう文章を作るのね。で、文章を作ったものをこう重ね合わせていく感じ。だからそうするとね、タッタタトタトン、トトトトトトン、同じものを、まあ、場所を変えるだけで A ダッシュみたいなんでしょ。で、次はこれは、タトタトタタタト、 C と B を組み合わせて、フレーズ C を作りました。ややこしい。フレーズ B を作りました。タトタトタタタト、ややこしいね。とりあえず AABA って呼びたいから AABA の話だけど、ワード A とワード B とワード A を組み合わせたものと、ワード C とワード B を組み合わせたもので AABA を作ってみました。で、太鼓はスネア、ハイタム、スネアに戻ってフロアタムに行きます。そうすると、めっちゃちゃんとしたドラムソロになるでしょ。ね。こんな感じですね。はい、次いきます。これは、シンコペーションベーシック1のフレーズから流用してきました。タンタン。この、タタタドってこれ足で裏で終わってるんで、これもその後空白が使えるんですよ。だから、タトンと一緒で、タタタト、ワン、ツー、スリー、フォー、タタタ。これはハイハット踏んでれば空白いっぱい使えるからね。一回やってみましょう。タンタン。で、
ードタドン。ワード A から B、A から A、B、C、D、E まであるけど、ワード A から E までは全部、そのまま放置で。っていう風に全部こう2拍ずつ埋め込まなくて全然いいんですよ。だから放置すればタンタンタタンタタタタとタカタンタタンタタドタドっていうね、こうこれも AB なんかモチーフ的な ABAC みたいな、なんかこうなんか、うん、なんかこういうのができるでしょ。なんか問いかけ答え問いかけ答えみたいな感じのねフレーズができると思う。でこれはあのタドタドをワードの C を音化を上げただけです。なのでまあ、全然もう譜面面見ると簡単だし、でもちゃんとできてるでしょ。タンドンタンドンがなんか急に音楽が上がってアップした感じ。ね、こんな感じでフレーズとしてはこれ結構早いと十分ドラムソロ。かっこいいドラムソロになってると思うんですけどね、こんな感じでワード B とワード3つだけじゃどうもドラムソロできないですねって言われたけど、もう工夫次第ですからね、これはタドトドタドトドはこれはもう基本練習ね。ね、そしたらこの全部クロスティックでかっこいいんでワード C と B です。 C と B でしょ、これね。めっちゃ簡単にできるでしょ、ね、こんな感じですよ、ドラムソロなんてもうちょろいもんですよみたいな、最初に A で放り投げといて、この後半のこの B ワード B の両手、これもうブレーキが。もう全然使うんで、これこのフレーズとして覚えておきましょうね。覚えておきましょうってワード B だからさ。でこのワード B っていうのはどこでもで禁じ手としては両方シンバルでも、これ禁じ手最後バスドラハイハットにしたらルイスナッシャーって使いそう。ポールモーちゃんとか使いそうね、なんか感じですね。だから要は叩く場所を変えるだけで、今までの人が使わない場所を使うだけでモダンに聞かせてるっていう、それだけの話なんで、ここは A をちゃんと引き伸ばしてみました。タッタッタッと、もう説明あんまりいらないと思いますけど、これだからワード A の引き伸ばし、 A に行って加速しました。でそのまま B 引き継いで、また A のハーフ、あの音楽が倍のやつ行って、また戻ってフロアで戻ってスニアにしましたみたいな組み合わせの考え方だけでこんだけドラムソロできるんで、 ABCDE までまだ ABC しかやってないけど、こんだけのフレーズだけで全然いけるんで、ぜひこうやって取り組んで、これ下の段ね、あの空白開けというので自分で書いてみてください。考えて書いて、これこう提示していくみたいな感じだから、埋めなきゃ埋めなきゃって思うんじゃなくて、空白をいっぱい、だからスティング曰く、スティングはね、空白をいかにうまく使う、これが音楽の一番いいとこだっていう。空白要はサイレンスをいかに使うか、静かな無音っていうのをいかに使うか、これが大事ですね。こういうのいっぱいスカスカ開いてるでしょ、これスカスカ開いてるんだけど、だから他の人も相手がタタタとキャッとか入れたくなるみたいな感じなんですよ。だから埋め尽くしちゃダメなんですよ。だから埋め尽くさないようにスペースをいっぱい空ける。でも表で止まってスペース空くとダメだから、裏拍で止まってスペースを空けましょう。そのためには ABC をしっかり練習しましょうって、そんだけのことなんですよ。ぜひ頑張ってください。めちゃくちゃすぐできるからね。ドラムソロなんてちょろいですからね。ちょろいって言えるようになってください。本日は以上です。ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。
ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。